はい、こんにちは。今日は2022年6月5日ですね。じゃあタイトル出します。はい、というわけでタイトル出しました。さあ今日はですね、ネタが全然ないですね。まあ全然ないってことはないんだけど、ないっていうのはどういうことかっていうと、あんましなかった、ただなかったっていうだけですね。ないから、髪の毛を切りましたと。まあそういうことは一応発表していきましょうか。で、一応進めましょうか。レノボが Chromebook を発表しております。タブレットと、2-in-1 になるアイディアパッドデュエット370 Chromebook っていうのが発表されたり、普通の ThinkPad C14 っていうのが発表されたり、この Chromebook Gen 1っていうんだから、こういうのが今回、これからシリーズが続いていくってことですね。はい。で、ThinkPad Z シリーズの Z13、Z16 っていうのが発表されています。これも Gen 1なんで、今後こういうのを続けていくと。そういうことなんでしょうね。これ、AMD Ryzen Pro 6000 搭載と。そんで、今週の MSI は、クリエイター向けの製品ですかね。12世代コアと RTX3050Ti を搭載した製品ということで、だいたい今週はこんなもんですね。まあ、細かく言うと他にも何かあったかもしれないけど、まあ、マジナイス。あとはですね、エイサーが、裸眼立体視の製品の体験会を、今日ですね、6月25日と26日にやる、秋葉原のソフマップでやると言っておりました。あとはですね、先週ぐらいだっけ、ゲーム関連のイベントがあったからか、いろんなゲームが先週ぐらいから結構いっぱい発表されてましたね。ということを一応紹介しておきます。あとは何がありますかね。あんましないね。ないから、だらだらやってもしょうがないから、今日はもうこれで終わりにしましょう。まあ、細かく言うと、まあ、あるけど、まあいいか。ないでいいね。なしでいい。なし。終わり。